どうもノスケです。皆さん突然なんですけど日頃充電電式乾電池って使えますか、まああんま使わないんですけど充電式乾電池と使い捨ての乾電池ってあるじゃないですか。なんで充電できるやつと充電できないやつがあるのかってご存知ですか説明できますか子供に聞かれて。僕はできません。あのちっちゃい頃ねなんかあの電池作ったあの学校というかあの文化祭的なやつであのオープンキャンパスか小学生ぐらいの頃に。 なんか高校が大学のオープンキャンパスに行って電気系のところで電池作った記憶があるんですよね。とはいえ、まあ、なんか電池ってどうやって作るのかとか何でそんなリサイクル可能なのかよく理解できてないんですよね。であの使い捨ての乾電池にそのあの充電式乾電池の充電器をぶっ刺したことがあって。 充電器の中に使い捨て乾電池をぶっ刺したことがあって親にすごい怒られたことがあるんですよね火事になるだろうって。<laughs> でなんで火事になるのかとかもよくわからないしその使い捨て乾電池も充電できたらいいじゃんっていうふうに思ってるわけなんですけどよく理解しないまま大人になっちゃったんでちょっとチャット GPT さんに聞いてみようかなと、まあ、前回リチウムイオン電池って何がすごいのってことなんかニッケルとか普通の鉛電池よりもう中身が全然違うんですよって話を軽く頭に入れたんですけどまあそれとは別で充電式乾電池って どういう機能があるのということを聞いていきたいなというふうに思いますというか質問してるんで早速読んでいきたいなというふうに思いますまず俺からねえっと俺の質問から充電式乾電池でなぜ何回も使えるの充電機能のない使い捨て乾電池を充電したらどうなるのそして答え充電式乾電池は一般的なアルカリ乾電池とは異なり二次電池と呼ばれる種類の電池ですへえ二次電池二次電池は化学反応によって発電された電気エネルギーを 化学的に貯蔵し、充電することで再び電気エネルギーを取り出すことができます。充電式乾電池は通常リチウムイオン電池やニッケル水素電池など高容量な二次電池が使用されています。これらの二次電池は 通常のアルカリ乾電池よりも長持ちするため何度も充電して使用することができます。一方、充電機能のない使い捨て乾電池を充電することはできません。これは使い捨て乾電池には充電するための反応物質が含まれておらず、充電しても化学反応が進行しないためです。充電機能のない使い捨て乾電池を充電しようとすると、電池が加熱したり破裂したり漏れたりする可能性があるため危険です。へえ、あ、そうなんだ。あー、親父の言うこと正しかったな。ちょっと気になるところ。 掘りししていきましょう,うんなるほどな構造が違うのかにはい解答が来きましたね二次電池という名前はこの種類の電池が再充電可能なつまり二次的に使用可能電池であることに由来しています一方一次電池とは一度使い切ったら廃棄される使い捨ての電池のことを指します一次電池にはアルカリ乾電池や酸化銀電池 アエン炭素電池などがあります。二次電池のリチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池、鉛蓄電池などがあります。これらの電池は使用後に再充電することができ、再び使用することができます。このように二次電池は一次電池と異なり、何度も使用できるため、繰り返し使用することで環境に与える影響を軽減することができます。 そんなわけないだろうけどどんな材料が使われているのかちょっと知りたいので教えてもらいましょう俺の文章力が下手だったら答えが来ないかもしんないけど主にアイエンマンガンあるかあ聞いたことあるようなやつばっかり アイオンマンガン、アルカリ金属などの金属および酸化物、塩化剤、水酸化物などの化学物質を使用して製造されています。これらの材料は電池内で化学物質を起こすことによって電気エネルギーを生成します。例えばアルカリ乾電池には、亜鉛が陽極、二酸化マンガンが陰極、水酸化カルシウムが電解質として使用されます。これらの材料が反応して電気エネルギーを生成することでアルカリ乾電池が動作します。一方、二次電池にはリチウム、カドミウム、 鉛などの金属が使用されますリチウムイオン電池にはリチウムが陽極コバルトやマンガンなどの金属酸化物が陰極有,有機電解質が使用されますニッケル水素電池には ニッケル水素合金が陽極、水素が陰極、アルカリ性電解,し電解質が使用されます。これらの材料が反応して電気エネルギーを生成し、再充電可能な電池として機能します。ただし、カドミウムは環境汚染物質として問題視され、よく聞きますね。カドミウムのなんか体内への悪影響みたいな。現在では一部の国で使用が禁止されています。へ、えーそうなんだ。また、リチウムイオン電池の場合、リチウムの扱いには火災や爆発の危険が伴うため、適切な処理が必要です。えーそうなんだ。 あそうかエネルギー充電がいい分、まあ、熱がこもりやすいのか。へーということで勉強になりました。充電式電式池はなぜ何回も使えるのか中身が充電機能のない使い捨てのやつとあの化学物質反応物質が違うみたいですね入ってるやつが。ということでまあまあとはいえ <laughs> その充電式の二次電池の中のリチウムイオン電池が今後電池業界というか材料業界の, <laughs> の派遣をもう握っていくんでしょうけど。 まあ、まあ何せよ好奇心に従ってねいろいろ聞くの便利な時代になりましただって聞いたらすぐ答えてくれるんだもんチャット GPT がもしくは Google が、まあ、Google よりもチャット GPT の方がねあのより明確で分かりやすく具体的に教えてくれるので非常にありがたいですねということでこれからも聞きたいことがあれば好奇心に応じてたくさん聞きチャット GPT 先生に教えてもらおうかなっていうふうに思います今回は以上バイバイ